皆さん、こんにちは。今日は4月12日に行われた福岡ソフトバンクホークスと北海道日本ハムファイターズの第2回戦で福岡ソフトバンクホークスが5対2で勝利した試合の中で、秋山浩二さんが放ったある発言が話題になっています。それでは早速その発言と試合結果、ファンからの賛否の意見コメントを見ていきましょう。試合結果として、福岡ソフトバンクホークスが5対2で勝利し、連勝を3に伸ばしました。先発の東浜尚投手は7回1失点で2勝目をマーク。打線では近藤健介選手が本塁打を含む2安打2打点を挙げました。そのホームランを放った近藤健介選手は、打ったのはまっすぐです。2アウトからなんとかチャンスメイクをという気持ちでした。しっかりと振り切った、いいバッティングができたと思います。勝ち越すことができてよかったですとコメント。一方、北海道日本ハムは先発の伊藤大海投手が6回3分の2、8安打2四球5失点と粘りきれず、打線は2得点とつながりを欠きました。そして今回問題になっているのが、秋山浩二さんは試合後の福岡のローカル放送で、近藤君が面白いこと言ってて、高橋光成や山本由伸が日本ハムに対して投げてる姿よりもホークスに対して投げる力加減が全然違うと発言。これに対し、日ハムファンや他球団ファンから賛否両論の反応が寄せられています。例えば、あるファンは、こいつが口を開くたびに全国的にホークスのアンチは増える、吐いた言葉は自分に返ってくる、かわいそうにと批判的な意見を述べています。また、頼む、本当にホークスを倒してくれ、ハムが最下位になったとしても構わない、ホークスの優勝だけは絶対に見たくないという激しい感情も見られました。しかし、あるファンは、勝手に公言した秋山が悪いだけで近藤は何も悪くないやろとの意見を述べる一方で、普通に上位対決でより気合が入るのはあるだろうし、特にエースが登板する上位対決はシーズンの潮目を変えかねないと理解のあるコメントも見られました。他にも、選手会長のくせにチームを強くとか、若手を引っ張る姿を見せなかったやつに言われる筋合いはないという厳しい意見や、これ日ハムファンだけじゃなくて由伸ファン、コーナファンにも失礼じゃないやない、ハム下げるだけならまた古巣叩きカーで終わるけどね、球界の宝に対して失礼なこと言わないでほしいなという声も上がっています。さらに、ダサいは、めっちゃ叩かれてるな、秋山さんもなんでわざわざそんな話をといった意見も散見されました。一方で、これが叩かれる意味正直わからんけどな、優勝なんか目指してない、下位チーム相手より優勝争いしてるチーム相手に投げる方が力入るやろ、不当にけなしてるとかじゃなくて普通に自明という肯定的な意見もありました。また、まあ近藤が言ってるってことは実際そうなんかね、手抜いてるとかじゃなくて力入れて抑えに行く選手が多いのは間違いないだろうしと、近藤健介選手の言っていることに理解を示すコメントも寄せられていました。そして、近藤健介選手はシーズン開始前の決起集会でオリックス山本由伸投手に対してこのようにコメントしました。2連覇阻まれてるオリックスの山本由伸、ちなみに5割打ってます、皆さん打たなくても安心してください、僕が打ちます、僕が打つんでと語っていました。では実際のデータを見てみましょう。近藤健介選手と山本由伸投手の2022年成績は10打数5安打打率5割で、近藤選手と高橋光成投手の2022年成績は8打数2安打2割5分。しかし2023年に入ってからは、近藤選手と山本投手の対戦成績は3打数0安打、高橋投手との対戦成績は4打数0安打と苦戦しています。これについて、近藤選手はシーズン開始前の決起集会で、2連覇阻まれてるオリックスの山本由伸、ちなみに5割打ってます、皆さん打たなくても安心してください、僕が打ちます、僕が打つんでと宣言していたことから、実際の成績とのギャップが話題になっています。一部の他球団ファンからは、山本に強いとかほざいておいてノーヒットだった言い訳すか、草草草、山本由伸から5割打ってます
とかほざいてたのにこれはダサすぎて草などという意見も見られました。この件についてはホークスファンからも、秋山さんの発言は煽りにしか聞こえない、近藤選手にプレッシャーをかけすぎではといった意見がある一方で、秋山さんは近藤選手を試すつもりで言ったのではという意見も散見されます。また近藤選手が苦戦しているのは相手投手が頑張っているだけでは、まだシーズン序盤だし、これから調子を上げていくことが大事というファンもいます。総じて秋山浩二さんの発言に対する反応は多様であり、今後の近藤健介選手の活躍次第でさらに話題になりそうです。これからの試合でも注目される近藤選手の活躍に期待しましょう。このようにファンからは様々な意見が寄せられており、議論が続いています。今後も秋山浩二さんの発言や近藤健介選手の言葉がどのような影響を及ぼすか注目が集まりそうです。いかがでしたか？秋山浩二さんの発言に対するファンの意見は賛否両論で、今後の展開が気になるところです。今回の動画が皆さんの興味を引いたら幸いです。今回の動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひよろしくお願いします。引き続きホークスやプロ野球に関する最新情報をお届けしますので、どうぞお楽しみに。それではまた次の話題でお会いしましょう。